とうございます。朝です。やばい、もうなんでこんな寝癖ついちゃうんだろう。で、夕朝ですね、今日は。いやさ、最近朝風呂してるからさ、多分あれなんだよね、寝癖がつきやすくなっちゃってるんだよね。今日は何をするかと言いますと、みんな大好き、足立くんも大好きです。最近朝ごはんはもうこれしか食べてないっていうのがあって、メロンパン食べたいと思います。メロンパンっていうものには3種類あります。何ですか何ですか何ですかって皆さんは聞いちゃうかと思いますが、僕はそんな質問にこうアンサーします。セブン、ローソン、ファミマの3個だよって。そうです、そうなんです、メロンパンは3種類あるんです。ということで今日はメロンパンを3個食べます。いいな、いいな、羨ましいな、いいでしょうって感じです。ローソンが一番安くて100円になっておりますね。そしてファミリーマートは118円、セブンイレブンが68円、すべて税込み価格。あ、こまちゃんばばばなりました。ローソン、ファミリーマート、セブンですね。見た目はですね、ローソンが一番砂糖がついてる、角砂糖って感じ。その次にセブン、その次ファミリーマート。ドラマな。とりあえずもうお腹が空いて死にそうという声が自分の怒り聞こえてきたので、こちらを食べていきたいと思います。はい、2020年の足立でーす。ということ。なんかこいつがちょっと朝早すぎて、なんか本当にもう何も話さないというか、本当にテンション低すぎて、もうさ、ゲリシャスーって感じだったから。なるほどね。あ、じゃあ、なるほどね。全然感じだったから、この2020年の足立くんが、アフレコしてあげようってという、とても優しい足立くんです、僕は。で、これは寝起きの足立くん。で、今さっき多分ローソン食べて、すごい。やっぱちょっと食レポしちゃうよね、これ。なあ？まだしてないんだけど、ローソンの、マイロンパンが、めちゃくちゃ砂糖ついてて、もう本当にもう、何これみたいなのも本当にもう、ジャリジャリ、ジャリジャリ、なんか昔のなんか、小学校で食べるパンだよー、みたいな砂糖のつき方、なんかザラザラっていう食べ方だったね。それで、なんか自分は、この中ではファミリーマート、はあはあはあ、ファミリーマートがまあ大好き大好きで、なんでかっていうと、なんかもう本当にでも中がもう外がカチカチって感じで、なんか本当にもうなんかもうダンス踊ってるのかなってもう勘違いしちゃったよね。もう子供の頃さ、すごい朝ごはんカントリーマートだった。ちょっと話させてほしいな。じゃあ、なんか本当なんかもう本当なんかね、もうなんか踊ってるのかなみたいな、もうファミリーマートのメロン踊ってる、なんかすごい濃厚っていうか、もうなんか本当に朝からエッチだよって、エッチエッチ、本当やめて、見ないで見ないでっていう感じのメロンパンがファミリーマートだから、そういうなんか朝からなんかそういう気分になりたいなっていう人はやっぱメロンパンがおすすめではあるよね。で、なんかセブンの子はなんかすごいなんかさらっとして、なんか清楚系みたいな、清楚系です、いやでも、いや今日はちょっとそういう関係とかじゃなくて、ちょっと、いや一夜限りの関係とかじゃないんでっていうのが、おならでそう。っていうのがセブン。まあ、おならとか別にどうでもいいよ、本当に。どうでもよくて。ほんで、セブンはなんか本当になんか、いや本当にそういうことじゃないんで、ご飯食べたいだけなんで、なんかアプリで言う。本当ご飯だけなんでっていうのがセブンでした。でも自分はやっぱどれかなって思ったけど、やっぱファミリーマートの、やっぱ濃厚っていう、なんかすごい、なんか濃厚っていう感じが、とてもラブシーかったです。で、今思うと、こいつ、ほんと、メロンパン食べるときも、なんか、もう噛みつくとき、もうって感じだよね。そうだよね。そうだよね。そういう感じだよね。自分もそう思うよね。ゲップ出そう。いや、これは画面の中のゲップじゃなくて、これは録音している足立のゲップです。これはこれだけは伝わってほしいなって思ってて、
あの、これだけ伝わってくれれば、本当にあの、嬉しいんですけど、まあ、これが伝わらなかったから、伝わらなかったら、本当に、このもうこの動画の意味はないというか、もうこれが本当にもうあの、タイトルになってる通り、もうタイトル通りのことです。これタイトルは、もう多分あれになってるんだよね。動画の中じゃなくて、録音してる僕がゲップしてますよっていう、今日はあの、動画でした。ですよね。で、これは何をすればいいんだろう、これ。もう食レポというか、あ、だからもう自分は好きなのファミリーマートって言ってるじゃないですか。ローソンはなんか自分はあんま嫌い、なんか結構主張強めというか、主張強めの女の子みたいな感じで。なんかね、あのなんかそう、大阪って感じ。なんかあの、ギャルじゃないんだよ。何あの、ヒョウ柄みたいな感じが大阪だったね。ということで、もう食べきるね、もう。終わるね。なまげまーさー。朝一にしたら頑張ったよ。あらしか。はうんな。ということで、僕的にはファミリーマートのメロンパンが一番美味しかったよーっていう最高の結果になりました。やっぱりファミリーマートしか勝たないということですね。ちょ、朝めっちゃゲップ出るんやけど、多分これ寝とる間に空気ない、食べてるわ。空気食べてる多分。寝起きめちゃくちゃゲップ出るよーって人は高評価とチャンネル登録お願いします。イエスパッカジュニアー。